ベルナール・マリスはフランスの経済学者、作家、ジャーナリストである、オンクル・ベルナールというペンネームでシャルリー・エブドに経済コラムを連載、市場主義経済を真っ向から批判した。2015年1月7日、シャルリー・エブド襲撃事件でイスラム過激派に殺害された。ベルナール・マリスの父親はナチスドイツの占領に抵抗するレジスタンス運動に参加し、 主に新聞を発行していた。このため、彼は若い頃から父親のレジスタンス運動の哲学に鍛えられたという。ピエール・ド・フェルマー高校及びトゥールーズ政治学院を卒業した後、1975年にトゥールーズ第一大学で経済学の博士号を取得。博士論文の題目は、個人への利益配分、均衡の取れた経済成長を目指す理論的アプローチであった。 1980年に、米国アイオア大学ビジネスカレッジから招聘を受けて1年間、ミクロ経済学を教えた。トゥールーズ第一大学に助教として採用され、1984年に、准教授に承認。1986年から1988年までの間に2度、ペルー中央銀行で、ミクロ経済学教員を務めた。一級教員資格を取得し、 1994年にトゥールーズ政治学院の教授。1998年にはパリ第8大学の欧州研究所の教授に就任した。1995年、経済史ヌーベルエコノミストの今年最高のエコノミスト賞を受賞した。2011年、フランス銀行理事会の会員に任命された。経済学者として大学で教える傍ら、 経済ジャーナリストとして、通俗科学的な経済アンチマニュアル、エコノミストウェルベックなどを表し、マリアンヌ、ヌーベルオプセルバトゥール、フィガロマガジン、ルモンド、レゼコ、シャルリー・エブドなどの新聞、雑誌に記事を掲載、ラジオテレビ番組にも出演した。特に、シャルリー・エブドには1992年の活動再開時から参加し、株主でもあった。ベルナール・マリスは、 党ー税の実現を目指すアタックの創設に貢献し、同団体の学術協議会の副会長を務めた。このことから彼はしばしばアルテルモンディアリストとされる。2002年フランス議会総選挙で緑の党の党員として立候補した。ベルナール・マリスはフリーメイソン、グラントリアンド・フランス会員でロッジの中でも特に政治的なロジェルレに所属していた。 2015年1月7日、シャルリー・エブド襲撃事件で、イスラム過激派に殺害された。1月15日、モンジスカールのロックビル、ノートダム礼拝堂で葬儀が取り行われ、同地に埋葬された。ベルナール・マリスは、ケインズ経済学の熱心な支持者で、姿勢の経済学者ケインズを表すほか、ああ、神よ、経済戦争はあまりにも素敵だ。 我々が馬鹿だと思う経済学の精神的、指導者への公開上、証券取引書か、人生かなど、経済学に関する通俗科学的な著書も多い。経済の辛辣な批判により、一方でその本質と意義、そして、負の側面を明らかにし、他方で無償化、増与、ベーシックインカムなどの概念に光を当てた。また、ポリティスに、 週32時間労働を支持する記事を掲載するほか、経済学と他の学問及び文化との対話による開かれた経済学を提唱するなど、彼は一貫して、姿勢の反経済学者であった。友人の作家ミシェル・ウェルベックは、ベルナール・マリスを経済的自由主義の明晰な分析家と評している。2015年12月31日、レジオンドヌール勲章を贈られた。 藤原書店による内容解説、貨幣への再現なき欲望から人間は解放されるのか。エロスとタナトスの欲動の対立、及び貨幣への根源的欲望というフロイトの洞察に基づき、経済成長とは死の欲動の無限の先送りだと看破したケインズ。二人の時代から半世紀以上を経て規制を取り払われた。 経済活動が全地球を覆い尽くした今、資本主義の自己破壊と決別する方とはあるのか。ゴダールソシアリスムなどの映画にも出演した。ありがとうございます。